が39歳の免許合宿発売されました、はい、本日実際に本を直接納品もされましたけれども、はい、発売になってのお気持ちを聞かせください。いやまずはその発売も嬉しいんですけど、まあ、ここに集まってくれたお客さんってもうかなりコア中のコアなお客さんが多分多いと思うんですね。この漫画を愛してくれてるその読者の皆さんに無事故無違反で届けることができたのが何よりも嬉しいですね。はい、間違っちゃいましたか？まあいいです。なんか変わるんですか？ちょっとあるんですね。なんかあるんですよね。すいません、はい、すいません、はい、大丈夫ですよ。しんどい話でしたっけ？しんどい話でした。そうですよね。しんどい話は、はい、最初 SNS にアップしたんですね、この漫画を。で、ありがたいことに回重ねるごとに皆さんど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 んなんか反応してくれて、反響もどんどん大きくなっていって、全部で19日なんですけど、いよいよ最終話明日アップするっていう前日に全削除しなきゃいけなくなったこと、これはね答えましたね。でももちろんね、そのなぜ全削除になったかはまあちょっとね良くない表現がね、そうで会社的にも、まあ、ここ変えた方がいいんじゃないかっていう話し合いで、確かにそうですね、で一回全削除するっていう時はやっぱ皆さんのねくれたコメントとかもなくなっちゃうので、はい、ぜひねその消してる様子、ゴメタンのメジャー流通への道って YouTube チャンネル知ってますか？はい、知ってます。はい、全然登録者数が伸びないっていうそちらの方にぜひ載っておりますので、はい、ぜひ見ていただいて、お客様もねすごい心当たりがあるみたいな感じで、ここ来てくれてる方は多分その数少ない皆さんだと思うので、はい、ありがとうございます。まだ遠山にしか渡せてなくて、でも遠山はね、SNS にアップした頃から絶対に漫画家になるって一番最初に言ってくれた人だったんで、はい、きっと喜んでくれてると思います。ダイは今のところ、Twitter や SNS 上でも反応は見受けられません。まだお渡しされる予定は、もちろんあったらお渡しして、はい、それこそ自費出版版もダイに渡して、はい、でやっこさんも読んでくれてみたいなのあるんで、ちょっと書き下ろしも入ってるので、はい、ぜひ楽しみに。うちの奥さんがジャニーズ事務所のスノーマンの大ファンで、はいはい、で本当ファンクラブに入ってるぐらい大ファンなんですね、はい、その中でも舘様、宮舘さんの大ファンで、はい、最近宮舘さんが教習所に通ってるらしいんですよ。ぜひ舘様に読んでいただきたいありがとうございます、はい、これは記事を通してご本人にね、ぜひぜひマスコミの皆さんも一つよろしくお願いします。舘様、ね、ありがとうございます、はい、月曜日のラジオを伺ってたんですけど、はい、順位が上がらないっていうのは衝撃的な結果で、そうですね、Amazon のランキングを生放送中に上げようって言って、それが1時間ごとのランキングらしいんですよね。で、なんかバグで一切上がらなく、そのまま生放送が終わるっていう放送事故ですもんね。はい、で、まあ、その時の心境、ちょっとラジオ生放送だったんで、うん、もうスーッと流れていってしまったんで、はいはいはい、その時の心境と、まあ、それから今こうやって皆さんいらっしゃってる、うん、これをご覧になっての心境を伺いたいんですけど、はい、その時の心境ですか？うん、まあ一緒に盛り上げてくれたリスナー、真面目なこと言いますけど申し訳ないなっていうのが一番ですね、はい、でまあまあこんなこともあるのかっていう、漫画と並行して、まあ、並行してとか同時にラジオでその漫画の模様をお伝えになってますけど、はい、こうすごい激戦区の時間帯のラジオを5年、はい、4年以上続けてらっしゃるっていう、なんか秘訣というかどういう心持ちでやってらっしゃるのかなっていう。そうですよね。だって僕が月曜日の深夜1時から3時なんですよ。で、真裏に伊集院光さんで、少し前まで菅田将暉さん。だから僕の気持ち的には誰も聞いてないだろっていう気持ちでやってます。あえてリラックスして、どうせ伊集院さん、菅田将暉さんで、今クリーピーナッツさん、どうせ何言っても誰も聞いてないだろっていう気持ちでやらせてもらってます、はい、それが長く続く秘訣かもしれません。はい、肩に力入れないっていう。ありがとうございます。内面的に内面と強くなってる心に自信がついたのか、うん、なんか
でも、まあ奥さんへのこの何て言うんでしょう、この今まで強く言えなかったんですけど、強く言えない部分とかもあるんですけど、僕がその一家の足を手に入れたことによって比較的家庭内でも強いパーセンテージは上がってます。確実にイケアコストコ行けるようになってますから、やっぱ確実に僕のことを少し尊敬するような目で奥さんも見始めてます。はい、いや非常に大きな変化ですね。はい、今まで通らなかったような、例えばもう小さい話ですけど、ちょっとあそこのあれ取ってくれみたいになるじゃないですか、家庭内で。よく取るようになってます。、はい、そうですね、芸人とドライブはでいやしてないですね、まだ。でもなんかこのプロモーションで今日もジャンポケのなんか番組とか行かせてもらったり、この間ライスのとか、なんかコロナとかでなかなか会えなかった芸人と、またあのライブシーンで会ってた後輩たちと、この漫画を通して久しぶりに会えてることがすごく嬉しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。狂言 PR、 まだ読んでない皆さんにも届くように、はいはい、お願いいたします。そうですね、本当に30代最後の年にこんな青春が訪れるなんて僕は思ってなかったので、まあ同世代の方、そして教習所へ通ったことある方は共感していただけると思うので、ぜひ読んでほしいです。でやっぱ今までこう自費出版でいろいろやりたいことをどんどんね、やってきたんですよ。自費出版して、次お店に置きたいって言ってビームスさんが協力してくれて、で次メジャーデビュー、で次の目標はちょっとね、人生で重版っていうのを経験したいなと思ってまして、はいはい、その印税で車を買う、はい、その車で皆さんのお近くの本屋さんだったり何だったりでイベントしてサイン会をしたいっていうのが僕の次の目標です。素晴らしいストーリーが、はい、てめえで作る。ありがとうございます。